人たちは40代前半ということで、やはり仕事盛りの人々がゴールドマンサックスから出ているということですね。特に住宅ローン関連の部署も人材流出が続いているということです。6ヶ月から1年の間こういった動きが続くかもしれません。今ゴールドマンサックス非常に多くのお金を稼いだわけですね。まあ、20年も働けば例えば1500万ドルというようなお金を手にして会社を去ることができるかもしれません。しかし、そういった